EX アーム X アームは漫画コミシンや原作ヒロックによる日本の漫画ミラクルジャンプにプロトタイプとなる連載 e x タ、t z が掲載された後同社のグランドジャンプにて2015年6号から2018年1号まで連載され2017年12月20日から少年ジャンプに移籍して2019年6月26日まで連載された その後、続編となる EX アームエクサエクアームエクサが同社のグランドジャンプムチャにて2019年9月号から2021年3月号まで連載された。スピンオフとして、久し朝灯籠による小説版 EX アームエクサアームザノベルが2018年に刊行され、後にコミ自らがコミカライズした EX アームアナザーコードエクサアームアナザーコードが ウルトラジャンプにて2020年3月号から12月号まで連載された。2030年の近未来を舞台に超常的な能力を持った兵器 EX アームをめぐる犯罪組織と警察の戦いを描く SF バトル作品。第1回斎藤高尾賞最終候補作品3作品に選考。声の孔はテレビアニメ版の声優。 EX アーム対策課 EX アーム犯罪への対策として設置された警察内部組織特殊凶悪犯罪課イリア重工日本の重工産業の大企業2010年代にアンドロイド開発の基礎理論を発表公安外事4課人国者日本の政治結社あるジャードスピリタコーカサスロシアのマフィア河チ商会ファルコーネッカイタリアのマフィア ひとし国者に提携を持ちかける。ウィンター財団神、お台場インペリアルホテル流人会日本のヤクザ、バトハラアジア拠点とした密輸組織。運び屋の3つが出品された。2021年1月から3月まで東京 MX 他にて放送された。同年7月21日にブルーレイボックスが発売された。ありがとうございます。